ヘチョウチョウは西洋音楽におけるチョウの一つで絵音を主音とするチョウチョウである。調号はフラット一箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名同音的に変えられることがある。シャルパンティエは荒れ狂ったような雰囲気を持つ。と述べている。マッテゾンはこの世で最も美しい感情を表現することができる。と述べている。バイオリンにとっては必ずしも演奏しやすいとは言えないが、機能化星上の第2音、第3音、第6音の5度が開放弦のためバイオンの響きが豊かな調べであり、古くから明るくのどかで、 牧歌的な響きが得られる蝶とされている。したがって、バイオリンの曲にはこの蝶の曲が、比較的多い。古典派時代、還元楽において、オーボエは二点度音と三点派の響きが悪かったため、楽曲の第二主題に、波長蝶を持つ、この蝶でのオーボエの処方は、第一バイオリンという二ンか二人一組で和音を、そうする使い方が基本であった。ロマン派時代中期まで、ホルーンは、 バルブのないナチュラルホルンが主流で、高次倍音と低次倍音の響きのバランスが最も良い F 感が多く用いられたため、ヘチョウチョウにはホルンに向いた曲が多い。ギターにおいては、いわゆる F コードを抑えることが、ギタリスト入門者の最初の難関とされる。カテゴリー、エチョウチョウを参照。ありがとうございます。